1989年11月4日、アレクサンダー広場で演説する、ジェンズライフ新法ラムは、ドイツの市民団体、政治団体もしくは政党。ドイツ民主共和国の民主化運動の中で、結成された。1989年秋、エイリッヒヒホーネッカー率いるドイツ社会主義統一党の、全体主義、権威主義体制をとっていた、東ドイツも、 ポーランド民主化運動やハンガリー民主化運動の影響を受けて変化が始まっていた。1989年5月、すでに民主化を進めていたハンガリーがオーストリアとの間の国境線にあった鉄条網の撤去に着手し、鉄のカーテンがほころぶと多くの東ドイツ国民が国外へ逃亡して、ハンガリー経由で西側へ出国するなどしたため、東ドイツの社会は、 同様を始めていた。新フォーラムは、プロテスタント教会以外の反体制運動としては、東ドイツで初の社会運動、市民運動であった。メンバーには、ベアベル・ボーライ、ラインハルト・マイネル、イェーンス・ライヒラの平和運動の活動家が名前を連ね、宣言文アウフブルック89、ノイエス・フォーラムを公表し、人々の最大限の参加による社会の民主主義的な、 改革を求めた。9月19日に当局に登録を願い出たが、翌々日に、非合法、反国家的として却下された。しかし、これは逆に多くの人々の憤劇を呼び、各地での抗議活動を誘発することとなった。アレクサンダー広場を埋め尽くす群衆、ノイエス・フォールムと書かれたプラカードを掲げている者も、いる。そうした中、 建国40周年記念式典出席のために、東ドイツを訪問したソ連共産党のミハイル・ゴルバチョフ書記長は10月7日に、人民議会での演説で、ホーネッカー体制支持を明言せず、事実上の不支持を打ち出したとみられた。これを受けて、ライプツヒでは月曜デモが盛り上がりを見せ、ホーネッカーはこれを弾圧しようとして果たせず、10月18日に、 退陣を余儀なくされた。続いて、政権の座についたエゴン・クレンツも、民主化の盛り上がりに、有効な対策を打ち出せなかった。こうして、東ドイツの至るところで民主化を求める、大規模なデモが行われ、11月4日には、首都ベルリンのアレクサンダー広場を100万人とも言われた、群衆が埋め尽くした。こうした騒然とした情勢の中、 ついに11月8日に社会主義統一党が初の在野団体として新フォーラムを公認した。翌11月9日の深夜にはベルリンの壁が崩壊している。東西ベルリンの検問所に詰めかけた東ベルリン市民新フォーラムは東ドイツの民主化を求める市民団体の中核となって急速に成長した。1989年末には 正式メンバーは1万人、宣言文への賛同者は20万人を数えた。しかし、この頃から政治への距離をめぐって、政治団体もしくは政党となるか、草の根運動として市民団体に止まるか、草の根民主主義のあり方をめぐって内部論争が起きてきた。また、社会主義に対する姿勢も、中道左派的な社会民主主義、民主社会主義に近い路線を取るか、 西側の自由主義、資本主義導入を目指すかで対立が生じていた。後者のグループは1990年1月、中道右派、自由主義的なドイツフォーラム等を結成して、分裂してしまう。2月、初の自由選挙となる、人民議会選挙を前に、新フォーラムは、民主主義を今、平和と人権イニシアティブと3市民団体が連合する、形で、 選挙連合として、同盟90を結成した。しかし、この頃には、人々の関心は、東ドイツの民主化という政治的なものから、西ドイツとの統一という生活面、経済面に急速に移りつつあり、東ドイツの民主化に重点を置いた新フォーラムや、同盟90の主張は埋没してしまう。また、 中道左派的な主張もドイツ社会民主党と競合することとなった。その結果、同盟90は人民議会選挙で2.9%、12議席の獲得にとどまり、以後は東ドイツ及び、ドイツ再統一における発言力は限定的なものとなってしまった。東西ドイツ再統一後の12月2日の連邦議会選挙では、 再統一の熱狂によるナショナリズムの高まりの中、同盟90と東ドイツ緑の党は、統一名簿として8名の当選にとどまった。ドイツ再統一後、1993年に、同盟90が緑の党と合流し、同盟90、緑の党となったことに伴い、新フォーラムのメンバーも多くはここに加わったが、 ヨアヒムガウクのように政治から距離を置いた者や身を引いた者、また政党としての緑の党に合流することを、よしとせず、フォーラムに止まった者も,もあり、そのため現在でも、新フォーラムは存続している。しかし、連邦議会総選挙や、各州議会議員選挙で議席を得ることはできない、状態で、いくつかの自治体に議席を有するのみの、旧東ドイツ地域のミニ政党となっている。 主義主張としては非暴力の草の根運動を継承して、あらゆる全体主義、排外主義、ネオファシズム、スターリン主義、軍国主義、反ユダヤ主義、性差別、人種差別などへの強い反対を訴えている。この党はドイツ自由民主党などとの連合を経て、最終的には自由民主党に合流する。ガウクは、後の2012年に、無所属のまま。 第11代連邦大統領に選出されている日本語ドイツ語ありがとうございます。